ここが宇宙飛行士記念博物館 AMM だ。タレコミ屋の指定場所にしては賑やかだな。週末だから観光客も多い。その方が安全だと思ったんだろう。信用して大丈夫だろうか。ここで思案してもどうにもならん。さ、そろそろ約束の時間だ。指定の場所へ急ごう。それじゃ入場しよう。博物館か、ワクワクする。勘違いするな。タレコミ屋に会いに来たんだぞ。いいな。ここがサンゴホールと呼ばれているロビーだ。なるほど、でかいサンゴだな。これはホームから取り寄せた本物のサンゴ礁の化石だ。この中にはホームの大気中の CO2 が大量に溶け込んでいる。セレスのシンボルとしてこのホールに置かれている。人間には真似できない自然の脅威か。苦労したらしい。ホームからここまで運んでくるのに。ロシアのミール宇宙ステーションのミニチュアだ。宇宙長期滞在記録を出したり、日本人を初めて宇宙で迎えたり、よく覚えてる。旧ソ連が崩壊してからしばらく放置されていた。そうだ。その後日本の企業に売却された。後の徳川だ。実物はまだ地球軌道を回っている。今では宇宙博物館として使われてるらしい。あの頃は旧ソ連が蓄積した宇宙技術を日本企業に売却するニュースを毎日のようにやっていたな。宇宙開発後進国であった日本がここまでなったのもあの技術売却があったからだ。日本企業が初めて宇宙に実質的なビジネスを持ち込んだ。
ここが宇宙探査に関する展示がされているコーナーだ。パイオニア10号、11号に積まれた ET へのメッセージ用プレートだ。何もメッセージらしきものは見当たらんが。考えすぎだったか。ここはアポロ計画を中心に月面関係が展示されているコーナーだ。月面のセットがそのまま再現されてる。Thank you.
ここがビヨンド関連の展示コーナーだ。あ、レド、俺たちポリスノーツの人形が並んでるぞ。驚いたか？このビヨンドコーナーではポリスノーツであった俺たちはヒーローってわけだ。そういえばスペースプレーンのスチュワーデスも言ってたな。ここはビヨンドの観光地中でもポピュラーだからな。この若さで歴史上の人物とは。そう言うな。俺たちも宇宙開発に少しは貢献したんだ。光栄じゃないか。少しはか。このビヨンドの位置が記されているマップだ。ラグランジュポイントの L5。 そう、この地球と月の重力バランスの均衡位置にコロニーは浮かんでいる。なぜこのタイプのコロニーは作られないんだ？これには技術的な問題もあるだろうが、コロニーの建築業者が絡んでいるんだ。政治的な問題？まさに今コロニー建設のシェアは徳川建設が独占している。もともと徳川のコロニー技術はトーラス型のものだ。ここのオニール型は欧米の技術。つまり癒着。徳川がオニール型を排除した。そうだろうな。徳川が自社のトーラス型を売り込んだ結果だろう。もちろん大型オニールコロニーの欠陥も発見された上でのことだ。ビヨンドがオニール型の欠陥を自ら証明した。そこへうまく徳川が介入したんだ。しかしこのコロニーを作った欧米企業も黙っちゃいないだろう。コロニー建設といえばオリンピックより儲かる。それだけではない。オニール型のコロニーを推し進めていた欧米企業もコロニーの部品を徳川に依存していたからなんだ。徳川抜きではコロニーは作れない。そういうことだ。最近ではこのトーラス型を徳川型と総称するらしい。ユーリーが積載していた脱出用ポッドのサバイバルボールだ。コールドスリープの機能も搭載している。実物はもう少し大きいがな。俺はこの中で30年間も宇宙をさまよっていたんだ。
そのために宇宙不適応者になった。ジョナサンの生命を30年間維持し続けたんだ。よくできたカプセルだよ。コールドスリープとしてはまさに実験段階だった。救出された時は寝たきり老人と変わらなかった。今じゃ筋肉の低下もあまりない。俺は1年以上も歩けなかった。クマの冬眠の研究の成果だ。クマ？人間は筋肉を使わなければ3日で衰える。しかしクマは冬眠中半年以上も筋肉を維持できるんだ。なるほど。クマの方が宇宙飛行士に向いてるようだ。今やこのコールドスリープをクマの冬眠と呼んでいる。ビヨンドの模型だ。俺たちが今いるコロニーのな。世界で最初で最後のシリンダー型コロニー。探査コーナーだ。あれ？この宇宙服は何だ？月面服がどうしてこのコーナーに？ジョナサン、中に誰かいるぞ。これは動く展示物か？そうじゃなさそうだ。ようやくデートの相手に会えたようだ。お前が電話の男か。顔を見せろ。静かにしろ。そのままの格好で俺の話を聞け。騒ぐと怪しまれる。うまく考えたな。音声も変えてある。お前だな、俺たちを呼び出したのは。そうだ。さすがはポリスノーツ。すぐに分かったようだな。こんなところに立ってや子供でも分かる。あんたら北条を探してんだろ。北条の行方を知ってるのか。どこにいる。奴は生きてるのか。一人ずつ順番に話せ。いいな。
いいか、覚えたか。カモンチェックで T ギア99が使用可能になる。それから CD ロムをロードする。また連絡する。俺を信用しろ。言っておくが、俺の後をつけたりすんなよ。待て、まだ聞きたいことがある。北条の剣は氷山の一角に過ぎん。奴らはもっと恐ろしいことを行ってる。もっと恐ろしいこと。奴らはあんたらが思っている以上に根が深い。 BCP にも仲間がいる。用心するんだな。また連絡する。じゃな。帰っちまったぞ。尾行するか。待て、ジョナサン。まずは CD ロムだ。あの男の言っていることが真実かどうか、あの男の正体についてはそれからだ。さっきも言ったが、奴はホームなまりがない。明らかにビヨンズだ。ビヨンズならどこにも逃げやしない。しかし、ん？どうした？タバコ臭いな。ひょっとしてお前タバコ吸ったか？ん、いや、手違いで火がついたんだ。もう消した。危ないな。先折りタバコか。ああ、先を折るだけで発火する。消すのも簡単だが。気をつけろよ。人に見られたら通報されるぞ。マークには一度見せてやりたい。バカな、許さんぞ。ま、それはいいとして、情報の真意の確認だな。北条家だ、ジョナサン。タレコミ屋が言っていた CD ロムを探そう。実は借りたいものがあるんだ。ええ、何？エド、これだ。これが CD ロムに違いない。ほら、見てみろ。ケースの表面に家紋が書いてある。北条家の家紋だわ。どういう意味かしら。カレンさん、これを少し貸してもらえないかな。ええ、どうぞ。役立つのなら。よし、これを持って徳川製薬へ行くぞ。社員 ID の家紋証も見たことだしな。これで ID チェックはパスできるだろう。
徳川製薬のパソコンを拝借しよう。うまく忍び込めればな。徳川製薬に着いたぞ。よかった、誰もいないみたいだ。こんな時間まで会社で残業してるやつなんかいないぜ。そうとは限らん。日本系企業はそれで当たり前なんだ。24時間体制で働いてる。じゃあ今日はビヨンド30周年記念の準備で休みなんだろう。まあいい、早く作業を済ませちまおう。ジョナサン、北条の CD ロムをロードするだけだぞ。絶対に無茶はするな。分かってる、長いはしないさ。いいかジョナサン、徳川の連中にこんなところを見つかるとことだぞ。どう見ても不法侵入だ。見つからなければ問題はないだろ。昔そういうセリフ何度か聞いて失敗しなかったか。じゃあエドはここにいろ。分かった、行こう。お前を野放しにする方が危ないからな。フロントだ、ガードマンはいないぞ。よし、ロックシステムに ID を差し込んでみよう。 ID を差し込んで、よし、開いたぞ、入ろう。DDS ルームだ。暗いな。早いとこ例の CD ロムをロードしちまおうぜ。そうだな、俺もこういうところは苦手なんだ。エド、見ろ、端末がなくなってる。なんてことだ、危険を冒して忍び込んだのに。そういえばどっかにも同じ T ギア99があったな。そうだ、あそこへ急ごう。ECCH に着いたぞ。この時間だ。診察はしていないようだ。いいか、病院へ入るぞ。令状もないんだ。見つかると大事だ。気をつけるんだぞ。もし見つかっても大丈夫だ。どうして。エド、どっか具合の悪いところあるだろ。この際だから見てもらえ。
入院するくらいなら捕まった方がマシだよ。さあエド、行くぞ。BCCH のロビーだ。誰もいないな。その方がいろいろと都合がいい。こんな時間に捜査の許可が出るとは思えんしな。薬局には理事長室を通らないといけなかったな。クリスには悪いが無断で入るしかない。よし、行こう。